Suzuki。はい、共和制への移行やさまざまな戦いを経てどんどん拡大していくローマっていう感じなんですけども、今日はその続きでございます。はい。はい、ですね、これからの話は、はい、その征服地が拡大したら社会の歪みができましたっていう話をしましたよね。うん、貴族とその平民で分かれていったと、うん。そこの話をもう少し詳しくしていきます。で、はい、そこにですね、実はまあ、なんか何人か英雄が出てくるんですよ。うん、また、うん、カエサルにつながる系譜が出てきます。ここから。これがグラックス兄弟、うん、マリウス、スッラ。マリウスとスッラって別々の人なんですけど、はいはいはい、っていう人たちが出てくるんですけど、はい、今回はちょっとこの話をしようかなと思います。はい、で、ハンニバルっていうね、ものすごく有名なカルタゴっていう国の武将が、うん、攻めてきた、うんうん、でローマが実は一回滅びかけます。へー、それを追い返して、はい、倒しちゃうんですね、ローマは。はいはいはい、でそのそれはどっかでまたシリーズでやります、はいはい、これだけで10話ぐらい作れるんで、まあ、ハンニバルはもう名前はもうスーパー面白いんですよこれ、うんうんうん、今回飛ばしますけど、はい、これがまずありましたと、はい、これによってですねちょっと社会変化がでかくなるんですけど、うん、ローマが地中海全域を支配する、はい、そのイタリア半島だけだったのが地中海全域を支配するようになるんですね、はい、このカルタゴを倒すことによって、うん、でこれによって何が起こったかっていうとですね、元老院の権力が高くなってて、平民が御民館とか作ってちょっとこう拮抗し始めたって話をしてたじゃないですか、はい、けどハンニバルを倒すことのために一回元老院に権力をもう一回集中させる必要があったんですよね。やっぱり外敵が来て緊急事態って一つの権力の統率に基づいて行動した方が絶対いいから、早いから、そう一回そうしたんだよね。はいはいはい、で外交権とか人事権とか商権とか財政権とか全部元老院に集中させたんですよ、うん、だから元老院が調子乗るんですあれそう、もともと元老院って一回元老院の議員になれば終身制じゃないですか、うん、これはメリットとしては経験値が溜まっていくのがメリットなんですけれども、はい、デメリットとしては既得権益化するデメリットがあるんですよね。集中しますよね、そこに。これ本当ね、もう本当にどの組織でもどの王朝でも、うん、起こる、うん、本当に再現性のある現象なんですけど、いっぱい聞いてきたなこの話、はい、ね、いろんなところで、ね、聞きましたよね、うん、これが起こるんですよ、うん、で その結果何が起こるかって言ったら貧富の差が拡大します、うんうんうん、でこれもね歴史見てたら面白いんだけど、面白いって言ったらあれだけど、貧富の差が拡大すると必ず社会不安になるんですよ、うん、必ずおかしくなるんです、うんうんうん、だからやっぱ貧富の差作んないのって大事なんだなってすごい思ったんですけどね、はいはいはい、歴史勉強してて、うん、そのなんで貧富の差ができるかっていうのをもう一度ちゃんと説明すると、はい、領土が拡大します、うん、そうするとその新しく獲得した領土の人たちから富を得ることができるようになります、はい、ローマは比較的そこはすごい緩やかに統治してるんだけれども、はい、とはいえ富をもらうことができる、はい、収入が増えます、はい、じゃあこの増えた収入、これ誰に分配するのかっていう話になるんですね、うん、でこの誰に分配するのかっていうのに元老院が権力を握っているので、うん、やっぱり貴族の方に流れていく、はい、そうすると平民は、何が起こるかっていうと、うん、戦争で昔はこのローマの近郊で戦ってた、うん、だからそんな遠くもなかったから比較的すぐ帰れてた、うん、けど領土が拡大してもうヒスパニアとか行ってスペインとかまで、うん、イタリアからスペインとかまで遠征しないといけない、もないしはガリアとか、ね、フランスとかまで遠征しないといけない。でそんな遠くまで遠征したらもう何年間も帰れない、うん、そうだ、その何年間も帰ってないとずっと農業ができないから、うん、自分の実家はずっと貧乏になり続けていく、はい、だけどそこの戦争から帰ってきてその富を得るのは貴族の方だと、うん、はい、でしかも なんならその貴族は、うん、その新しく獲得した土地から奴隷をたくさん安く買ってしまってるから、はい、仕事も全部取られてしまう。なるほど。その奴隷が全部農業と小作人とかも全部やっちゃう、うん、で、新しい土地も獲得してるんでその土地でその大きい農園とかを経営してしまう、うんうん、そうするとどん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 貧富の差が広がっていって、なるほどね、ある日その平民が切れるんですよ。それは切れるわ。こんなにローマのために俺らは頑張って戦ったのに、うんうん、なんだこれはと。それはそうだ、うん、なんでこんなことにこんな状況になってるんだということでですね、うん、切れるんですけど、うん、この切れる中でローマ市民の声を代弁して
これを先導してくれる平民が出てくるんです、うん、まあ、平民からしたら英雄ですよね、はいはいはい、これがグラックス兄弟っていう兄弟が出てくるんですよ。いいね、かっこいいね、はい、うん、僕このグラックス兄弟すごい人だと思ってるんですけど、うんうんうん、全然評価されてない世界史上で、なんかバカって書いてあった。バカ何も考えずにとか書いてあるけど、僕は結構すごい人だと思います、うん、この人たち、うん、なかなかできない。好きだねと思ってます。はい、あの何も考えず突っ込むの好きだなって思ってるんです。好みの問題ね、はい、うん、で貧富の差が拡大しました、うん、それで耕せなくて農地を失う人が出てきました、うん、で農地を失った人たちはもう農地さえ持ってないので、うん、都市部の方に仕事を探しに行きます、うん、で仕事を探しに行くんだけど仕事は奴隷に取られちゃってるんで、うん、仕事がありませんみたいになった、うん、けどこの人は選挙権を持ってるわけですよね、はい、ローマ共和制において。ほいほいほい、でこの選挙権を持ってる人たちがたくさんローマにその無産市民、要は財産を持ってない市民として溢れてくると、うん、そうすると選挙権を持ってるから元老院も無視できないみたいになっていって、はい、その中からそのこのグラックス兄弟っていうのが出てくるんですよね、うん、そこを生かしてこのグラックス兄弟っていうのが御民館ってさっきあったじゃん、うん、平民を守るためのコンスルに対して、執政官コンスルに対して最高権力者コンスルに対して拒否権を発動することができるという、あと自分で法案提出することもできるんだけど、このグラックス兄弟っていうのが御民官っていうやつになるんですよ。でグラックス兄弟はねもう切れてるんです。ローマ平民たちがもうすごいかわいそうなことになってることに、もうこのローマの勝利に尽くしたはずの平民たちがなぜこんなことにならないといけないんだっていうことでですね、あのまずお兄さんのティビリウス・グラックスっていう人がいるんですけど、この人が30歳で御民館に就任して土地改革に着手するんですよ。土地、この土地改革っていう何をしようとしたかっていうと、大土地所有をしていた貴族のその大土地の上限を決める、だからあんまり持てなくするっていうことですね。でその分余った土地を今土地を持ってない市民に渡しちゃう、なるほど、これをしようとする。はい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 、おそらくこの人は正義感と愛国心で動いてる、はいはいはい、ローマのため、そして平民のため、はい、自分も平民だからね、なるほど、ティベリウスは資産の再分配みたいな感じですね、はい、そうですね、で、この人、まあ、それでこう頑張るんだけど、当たり前だけど元老院が切れる。そう、まあね、これってね、既得権威というか自分たちの特権を削ることだからね。そうだねそりゃそうだ、でもティベリウスまだ30とかで若いし、はい、切れてるから、はい全然政治力ないんですよ。カエサルのような政治力が全くなく、はい、もう相手のことダメな奴らだと思ってるから、もう突っ込むんだよね、もうそうすると元老院は余計さ、もうこいつ殺さなきゃってなるわけ。おーおーおーいいね、もうガンガン来るから、はいはいはい、もうバランスとか取ってこないんだよ、ティベリウスは。もうガンガン来るから、もう元老院も、あ、もうこいつ殺さないとやばいみたいになって殺しちゃうんですよ。あら、今までほぼ内紛がなかったわけ、あちゃ、ローマって。ローマ人同士でこういう殺し、清掃で殺し合うとかあんましてこなかったんで、ここで殺すっていう事件が起こっちゃうんですよね。あららら、これによって今後のローマの政治の中では問題解決の一つのルートとして暴力が登場するんですよ。そうなんですよ。あらら、ここで初めてね気づいちゃった、このティビリウスが火をつけるんですよ。そうそうそう、僕このティビリウスが火つけたのすごい好きなんですよだからこのあと結構もう内紛というか政治でなんかこう最終的にもう決裂するともう殺し合おうみたいなこれね、僕ちょっと吉田松陰を感じるんだよね。あ、なるほどね。初期にこの人がこうやって突っ込んだから、その後流れができてるんですよ。なるほどなるほど。このあとカエサルまでの流れ、この人が作ってるんですよ。なるほど。それで元老院を倒すね、最後。けどグラックスがここでもし死んでなかったらさ、どうにもなってないと思うんだよね俺。やっぱこの人がもう突っ込んでバーンって死んで、わけわかんない前例作ったから、はあ、他の人が、後の人がバランス取れてるわけですよ。なるほど。この人がバランス取らなかったから、なるほど、後世の人がバランス取ってるんだと思うんですよ。なるほど、確かに確かに。だから僕この人すごく好きなんですよ。なるほど。へえ。まあいつか割れるシャボン玉を最初に割った人だと。そう。いいね。そう。なるほど。そうだよね。なるほど。僕ね、もっと好きなのが、はい、この弟が兄弟なんで、はい、ガイウスっていう弟出てくるんだけど、はい、これあの、
カエサルと名前一緒なんだけどね、うん、ガイウス・グラックスね、はい、この人がさ、はい、ティベリウスの9歳下で、うん、この人も30歳になったらゴミンカになるんだけど、はいはい、あの お兄さんと同じことして殺されるんですよ、学ばないんですよ、うんうんうん、そこがねめっちゃ面白い。この人も農地改革もう一回やったりとか、公共事業によるその雇用政策を作ったりだとかですね、はい、あと失業者に安い価格で小麦を配給するとかね、うん、めちゃくちゃいろんな政策をね、そうちょっと生活保護に近い、そうそうそう、はいはい、バンバンやっていくわけ、はいはいはい、でそのローマ市民権っていう、そのあなたはローマ市民ですっていうやつを、うん、もっと広い範囲の人たちに与えようとするんですよ、はいはいはい、もうそのガイウス・グラックスからすると、はい、ローマ市民権をローマ市民だけが持ってる状態っていうのがもういびつであるということが分かってたんですね、はいはい、でこれちょっとまたカエサルの時に出てくるんだけれども、うんうん、あのやっぱりその周辺の人たちも軍隊とかをやっぱり送ってくれてるわけ、はい、その周辺の人たちも軍隊とか送っていろいろやってあげてんのに、ローマのために、はい、その権利がないっていうことで、はい、ちょうどカエサルの時代に戦争が起こるんですけど、それが理由で、うん、そのガイウス・グラックスはもうこのその前の時代の人ですけど、うん、この時点でそれはいびつだよねっていうことをやっぱり看破してたわけですね、うんうんうん、で絶対誰も賛成しないの分かりきってんのに、はい、与えようとするんですよ、なるほど、そのローマ市民権を、ちなみにこれを最終的にカエサルが実現させちゃうんですけど、やるんやん、そう、ガイウスは先立ってこれをやろうとするんです、はいはいはい、お兄さんが殺されてんの見てんのに、うん、なんかあの EU みたいな感じなのを作ろうとするわけ、へ、うん、おうおう、で殺されるんですよ、なんかいいね、いいっつったらまたあれやけど、うん、いや多分ここがその日本的な偉人像と西洋的な偉人像の違いだろうね、まあ、俺中国人だけど、てか 俺らの好みの人いやーどうだろうね、日本人なのかな、うん、そうかもしれない、そう皆さんコメントください、うん、そうね、ついいいねって言ってしまうな、うん、でもうこの時にガイウスは元老院から嫌われすぎて、うん、あの非常事態宣言出されてるんですよ、ちなみに殺されるときに、うんうん、これをね非常あの元老院最終勧告って言うんだけど、うんうん、相当面白い、名前が面白いよ、面白い、あのかっこいいんだけどセナートゥスコンスルティムウルティムムっていうんだけど、うん、っていう勧告を出される、うん、この勧告出されるっていうのは、はい、国家反逆罪みたいな、はい、でもうあの裁判なしで死刑っていう、あらら最強やばいやつを出されて、うん、これでガイウスは自殺するんです、もう法律の保護の範囲外にお前はなったんだよ、だから誰が殺しても全然罪に問われないよっていうロジックです、このグラックス兄弟のツッコミ感俺ね好きね、うん、好きでね、うん、あのお母さんがいて、うん、お母さんシングルマザーでこの二人育ててるんですよ、へーへー、で何人か兄弟いたけどほとんど死んでて、うんうん、この二人育ててて、うん、この二人ともめちゃくちゃ突っ込んでお母さんより先に死んじゃって、お母さんがもうなんかその弟のガイウスに最後らへんに送ってる手紙とか、うん、もう頼むからマジでやめてって、うん、死ぬからっつって書いてるけどやって死ぬみたいな、でもこの人たちがいるから歴史変わったと思いますよ、うん、そうだね、うん、吉田松陰が好きそうなキャラだね、好きでしょうね、絶対好きだろうね、この人たちが出てきますね、火付け役か、はい、でこの人たちの次にですね、うん、あのまあグラックス兄弟のその改革っていうのはいわゆる失敗に終わっちゃうわけです、はいはいはい、やろうとしたけど殺されて、うん、その法政策っていうのは執行されなかったわけなんで、はいはいはい、まあ、うまく機能しなかったわけですね、うん、でそうすると何が起こるかっていうと、元老院の人たちは既得権益を据えている状態でいいんだけれども、ローマ自体は実は弱くなっちゃうんだよね、そりゃそうだよね、軍隊に行くはずの兵士の人たちがどんどん貧乏になっていってるわけですよ、で軍隊行く人たちっていうのは自腹で軍隊行ってたんだよ、要はそうだね、装備を自分で揃えていかないといけないのに、その装備買う金さえがなくなっていったりとか、あとはもうね、その戦争行ったら暮らせなくなるのは分かってるわけだから、うん、そのモチベーションが湧かないわけじゃないですか、うんうん、戦争に対して、うん、しかもその防衛戦争じゃなくて侵略戦争になってるから、うん、ローマが拡大したことによって、うん、なんかなんでそんな遠く行ってそんな戦争しないといけないのっていう問いもあるわけですよね、うんうん、彼らの中で、うん、しかも自分の生活は悪くなると、うん、いいことがないと、うん、これによってねローマ軍がめちゃくちゃ弱くなっていってですね、うんうん、実はここからですねどんどん戦争に負け始めるんですよ、あらあらら、これでね北からの蛮族がね、蛮族って言ったら悪いけどね、まあまあ彼らが今のヨーロッパ人ですけどね彼らが思う蛮族ね、そう、うん、ローマのね蛮族がねボンボンねこう攻めてきたりとかね、あら、その北アフリカの方で戦ってもね負けたりだとかね、あら大丈夫、はい、でこういうので負け始め
ていくと。で元老院は賄賂とかもし始めてね、あらなんか腐敗していく。あら、うん、したらもうローマの市民はもう切れる。あら、うん、切れるんです。また、あら、まあ、ずっと切れてるんですけど、戦争にも負け、富も独占しみたいな感じで、うん、もう許せなくなっていく、うん、でここで出てきたのが、うん、あのガイウス・マリウスさんです。これもまたガイウスなんで、うんうんうん、あのマリウスさんです。はいはいはい、はい、このマリウスっていう将軍が出てきますね、はいはい、この人は地方都市の出身のですね、うん、人なんですけれども、うん、あの平民階級の、あの平民階級もね、2つあって、うん、普通の階級と騎士階級っていうのがあるんだよね、うん、馬を用意できるお金持ちの、そうそうそう、そうそう、騎士階級っていうとなんかナイトみたいなのをイメージしちゃうかもしれないんだけど、うん、どっちかっていうとビジネスマンたち、うん、そうですね、社長さんたちとか、なるほど、そうです、うん、そうそう、豪族ね、そうそうそう、豪族みたいな感じ、うん、でこのマリウスっていうのはまあ地方都市出身だし、うん、貴族でもないから、うん、絶対多分周りにバカにされてたんだけど、うんうん、この人がねめちゃくちゃ有能な兵士として、うん、ガンガン出世していくんですよ。うん、でガンガン出世していく過程で、うん、そのやっぱり貴族との血縁関係を作らないといけないんですね、うんうんうん、やっぱり出世するにあたって、うん、ある程度は、うん、なんで、まあ、あの政略結婚として、うん、ここで初めてちょっとカエサル一瞬出てきますけど、うん、カエサルのおばさんと結婚します。うん、カエサルってユリウス氏族カエサル家っていう家なんだけど、うん、めちゃくちゃ名家なんですよ、彼の家って。ほうほうほう。でマリウスっていう人はカエサルのおじさんに当たりますよね、うん、おばさんと結婚してるから。そうですね、はい、うん、このおじさんに当たる人なんだけど、うん、このマリウスっていう人は地方都市出身の平民階級の金持ち出身で、周りからバカにされながらもその実力で出世をしていって、政略結婚によってこういうカエサル家とかとも縁故ができて、でそういう縁故とかを使っていって御民官になって、この御民官からさらにその政務官の出世の階段っていうのを登っていって、ついにコンスルまで登り詰めるんですね。おらら、すごいすごいすごい。この人すごい人なんですけど、うん、このコンスルまで登り詰める、うん、でこれなんで登り詰めたかっていうと、その負けそうなローマを守ったんですよね彼が。おお、まあ、軍事力をフル活用したのね。そう、強かったわけ、強かった、戦って守ったってことですね。そうだって、それはヒーローになるじゃん。だって、うんうんうん、弱くなったローマで滅ぼされようとしてた、うん、その滅ぼされようとするローマを、うん、守ってくれた人だから、うんうんうん、もうなんかワールドカップで優勝したサッカーチームよりも英雄になれるわけですよ。ですね、守ってくれた、はい、でめちゃくちゃ英雄になるんですけど、この人が軍政改革をするんですね。ほうほうほう。さっき言ったみたいに軍隊っていうのは非常にあの本質的な課題を抱えていた、うんうんうん、あの本来その兵士になるべき平民の人たちっていうのが貧乏になりすぎてまともな兵士になれない、うん、で、軍隊としてすごく弱くなるという問題を抱えていた、うんうんうん、マリウスは戦争に勝つためにここにメスを入れるんですよね、はい、で何をしたかっていう と、給料を渡すようにした、うん、仕事にしちゃうんですよ。仕事にしちゃ、職業にしちゃった、はい、それまでは、はい、ボランティアじゃなくてボランティアというか義務だった、うん、なんていうか税金みたいな感じだった、はいはいはい、あ、そうか、税金が、税金だ、うん、それを仕事にしちゃった。給料払うようにした、うんうんうん、それまでも実は税金とはいえ労務提供してお金もらってたんだけど、うん、本当にそれだけで生きていけるようにしちゃった、うん、兵士だけでね。なるほど、戦争がなくても要は給料がもらえるってことよ、うん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 、でこれによってねめちゃくちゃ変わるんだよね。うん、だからマリウスって本当に英雄なんですよ、平民からすると。なるほど、うん、戦争は強い、はい、ローマは守ってくれるわ、はいはいはい、平民の失業対策もしてくれるわ、はいはい、うん、貧乏から救ってくれるわで、はいはいはい、めちゃくちゃあのヒーローなわけ、はいはいはい、カエサルが出てこれたのは、うん、実はこのマリウスがおじさんだったからっていうのはすごいでかいんです。へー、うん、すごい人や。グラックスたちは失業者を、うん、に土地を渡そうとしてたよね、はい、農地改革をして、うんうん、マリウスっていうのはそう土地を渡すんじゃなくて、うん、職業軍人にして彼らに給料を渡すということで就こうとした、うんうん、まあ、仕事を作ったとも言えるのかな。 そう、うんうん、でそれは一定機能したんですよ、うん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 、で実際ローマっていうのはそれによって持ち直すことができるわけです、はいはいはい、だけどこれによって実はローマの国のその根幹というかシステムが実は変わってしまうんですね、うん、そう、どういうことや。質が変わっていくんですよ、ローマの共和制っていうものの質が変わっていくんですよね、うん、あの端的に言うと何が起こるかっていうと、今まで基本的にローマ軍の兵士っていうのは誰もそれを自分のものにはできなかった、うん、はい、だけど
職業軍人化することによって何が起こるかっていうと、うん、その給料配分ってね将軍がやってんだよね、はい、だからそうそうみんな将軍の部下っていう気持ちがすごく強くなっていくんですよ。で元々パトローヌスとクリエンテスっていう制度があるじゃん、うん、だからみんな将軍のクリエンテスになっていくわけ、うん、これどういうことかって言ったら、うん、全員将軍っていう貴族みたいな人の、うんなんか家来みたいになっていくんですよね。そう私兵になる。私兵になっていくんですよ。私の兵。ローマの軍から将軍の軍になってしまうんです。この将軍の軍っていう概念を使ってカエサルは元老院を倒すことになります。おお。それまでのローマの軍団って招集されて戦争してで帰ってきたら解散しないといけないんですね。その都度常に解散されてたんですよ。だから従軍していた兵士はまあ再び徴兵されても違う軍団長とかリーダーの下に つくようになってたんですよね。でもこの場合は要するにこう仕事として軍務に従事するので志願兵なんですよ、はいはいはい、志願兵になって自分が希望する指揮官の下で従軍してでその指揮官から戦利品だとか、 なんか退役した後 その土地の分配だとかいろいろしてくれたのでもうプライベートな結びつきができるようになったんですよね。なるほどね、うん、これがローマの根幹を揺るがすような一つの、ね、改革になるよね。これはね本当に根幹を揺るがしてしまうし、うん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 、これはローマ市民にとってはローマの平民にとってはすごくいい制度だったんですけど、うんうんうん、実は同盟士と言われる、うん、その過去敵だったけどローマに滅ぼされて中に入れられちゃってる人たちね、はいはい、この人たちはこれが適用されなかったんですよ。でこれによって何が起こるかって言ったら、うん、平民と貴族の争いはなくなったんだけど、うん、今度ローマ市民と同盟士との争いが発生して、うん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 、これがさっきも一瞬言ったけど同盟士戦争って言って、うん、周りの奴らがいきなりバンって放棄することになっちゃうんだよね。あちょちょ一回傘下に入れた人たちが放棄する。あらうんうん、これはイタリア半島の中の比較的貧しい人たちっていうのが一斉に放棄する、うん、これにはローマ軍もねすごい苦戦を強いられるという状態になるわけです、うんうんはい、これがちなみにカエサルが生まれた頃というかちっちゃい頃の話なんだけど、うんうん、だからサイカエサルは結構混乱期で生まれてるんです、ねはい、へでマリウスは一時期その権勢を誇ったんだけれども、うん、やっぱりこの同盟戦争を誘発してんだよね彼の制度が自覚してたかどうか分かんないんだけど、うん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 、で、まあ、一線から引くことになるわけです、うん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 、で、一線から引いていくんだけれども、うん、この同盟戦争に勝てないんだよねローマがちゃんと、うん、大負けもしてないんだけど、うん、抑え込むっていうのはできなかったんですよ、はいはいはい、これカエサルが10歳ぐらいの時の話なんですけどね、はいはいはい、だから結果的に何が起こったかって言ったらローマが大幅に譲歩することになって、うんうん、その同盟国に暮らす市民にもローマ市民権を渡すことになるんですよね。これはこの30年前にグラックス兄弟が言ってたやつです、うん、なるほどなるほど。結局彼らはちょっと先見の明があったよね。当時は既得権益を手放したくないやつがそんなことやれるわけねえだろって言って切ったんだけど、その外敵に攻められて仕方なく彼らは結局30年後にそれを認めるということになったということです。はあ、はい、じゃあちゃんとつけた火が爆発したんや、うんうんうん面白い、はい、で、はいはいはい、マリウスっていうのは平民寄りの政策をしたことになりますよね、はいうん、でこの平民寄りの政策をしたから、うん、今度その揺り戻しが来るんですよ。あらこれまたねやっぱ政治って面白いなって思うんですけど、うんうんうん、この揺り戻しが来て今度は、うん、あの元老院派のでっかい政治家が出てくるんです、うん、この人スッラって言うんですよね、うんうんうん、スッラ、うん、言いづらいけどスッラ、うんはい、スッラっていう人が出てくるんですけど、うん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 、このスッラっていうのはもう由緒正しい貴族の生まれ、うん、だから元老院派閥、うん、この元老院派閥のスッラがですね、うん、思いっきり、うん、あの元老院が有利な方向に制度を改革し直しちゃうんですよ、うん、そう彼の考え方の中にはローマがなんでこういう混乱が起きたのかそれは元老院の力が弱かったからだ、うん、だからもう一回元老院に力を持たせてちょっと権力を集めないといけないっていうのが彼の政治思想なんですよ、うん そ, ううん、その政治思想に基づいて、うん、マリウスが作った私兵化、うん、要は自分の軍隊にしちゃうっていうのを活用してですね、うん、元老院を元老院派なのに脅し上げて独裁権を取得するんですよ。おお、うん、で元老院に有利な法律を一気に制定して引退するんです、うん、スッラは、うん、いや引退するんや、うん、彼はやっぱり最終的にねそう元老院をその独裁したいわけじゃない、はいはいはい、共和制を強化したい
そのために独裁を使った人、これがスッラですね。あ、じゃあ私利私欲って感じでもないんか。私利私欲じゃない。ではないですね。本当にこれがいいと、公益のために。ちなみに、今回出てくる登場人物で私利私欲で動いてるやついない。マジで。自分の名誉っていう概念は超強いけど、基本的にローマのために動いてる。めっちゃいいやん。めっちゃいい国ですね。あの日本と一緒ですよ。幕末の日本もそうじゃないですか。そうかそうか、確かに。あの辺もそうやな。比較的ね。スッラも、あ、まあ私利私欲っちゃ私利私欲だけど、その元老院の政治的な野心とかもあるんだろうね。そのとか、あと元老院のためには動いてること自体が自分たちのためではあるんだけど、本当にそれがローマのためだと思って動いてると思う。ただスッラは人殺しまくるよね。そうなんだね。このちょっともう時間も結構来たからあんま細かく言わないんだけど、スッラっていうのもその元老院っていうのを、その議席を増やしたりだとか、御民間の弱体化をしたりだとかっていうのを、自分の軍隊のその圧力を加えることによって元老院に自分を独裁官っていうのにさせてですね、これがその前例になるんだけどね、独裁官の。あの独裁官っていうのは、ディクタトールと呼ばれる、その独裁者の語源になってるディクタトール。これはさっき政務官の説明の中で僕はしなかったんだけど、実は独裁官っていう制度があってですね、一時的にコンスルよりも上になれるっていうやつがあるんですよ。そんな。これはコンスルが任命するんですよね。コンスルが今緊急事態ですと、非常事態で一人にだけ最長半年間の絶対的権力を渡しましょう。これはギリシャにも存在してたんだけど、これを渡しましょうっていう制度があった。これをスッラは軍隊の力を使って半ば、まあ脅し上げる形で獲得するわけです。で、それを獲得したスッラはさっき言ったみたいに、共和制、まあ元老院派の政治っていうのを築き上げる諸改革をして、さらっと引退する。任期を残したままさらっと引退する。そこが面白いな、さらっと引退するところ。ここがローマ人がローマ人であるゆえんだよね。独裁が嫌いなんだよ。そうだよね。本当システムを本当手段として最大限活用しただけだもんね。そうだね。っていうのをするんですね。で、これによってまたローマっていうのが元老院の方に寄っていってしまうんですよ。はい。この後出てくるのがカエサルです。うわあ。どうやっていくの？この後カエサルがまた民衆派の方に、平民の方に揺り戻していって、そのままバンって突破するんです。こうやって揺れるんですよ。だからめっちゃ揺れて、ぐんぐんぐんって揺れて、パーンって突入するみたいな。そういうその端子を作ったのがグラックス兄弟ね。なるほど。慣性の法則のように見える俺には。すごいっすね。なんかこう振り子というか、バンバンバンってこう勢いついてドカーンみたいな。だからそうです。今のアメリカとかもそうなるんじゃないかなと思う。わお。極端に今どっちかどっちかって触れてるじゃん。はいはいはい。でそれが拮抗してるじゃん。仮に今回バイデンが勝ったりとかしたとしても、またその次がボーンってきて、それでボーンってきてどっかに突破するとかしたら、歴史勉強してて面白いと思う瞬間ですよね。わあ、それね、目の当たりにしたら面白いな。面白いですね。どうなるかわかんないですけど。面白い未来になるかどうかわかんないですけどね。まあでも独裁もこれを見てわかるように、こう一瞬カエサルの時代に一瞬でそれなったわけじゃなくて、やっぱね、段階があるもんね。段階があるね。段階が少しずつその権力のが個人、特定の個人に集中していく洗礼とかがどん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 増えていくようになったっていうのが流れです。そうですね。でスッラとマリウスは良くないことしちゃってて、その軍隊を使ってローマ人殺しまくるっていう、その内紛しちゃうんですよね。ああ、なるほど。内紛の前例をさらにまた作ってしまう。千人何千人とか殺しまくる。いや、最終的に何万人も死んだらしいんですけど、もう流血に次ぐ流血の内乱状態でぐっちゃぐちゃになるんですよ、一旦。でこの時に幼少期を過ごしてるのがカエサルなんで、この影響も強くカエサルが受けることになります。あとで話すと思うんですけど、結構死体とか見てるんじゃないかな。死体も見てると思います。あの首がさらされてる広場のすぐ近くに彼が住んでるんですよね。絶対見てますね。はい。でカエサル結構やっぱり内乱しなすしようとしねしてないんだよね。やっぱあの泥沼に突入するのめっちゃ嫌だなって多分思ってたんだと思いますけど。なるほど。まあそういうのもあります。なるほどね。はい。ということで。はい。このあと、やっとカエサルに突入するますかね。来たよ。
いやついにカエサルに会えるわけですね。俺は、うん、ちょっと早かったね、最上よりも、はい、最上よりはね、ブッダからやったもんね確かにねそうやったですね。一回俺で空海最上行き着く前に頭パーンと出ましたからねテーマ何だったっけっやっとカエサル行けるよ、はい、行きましょうカエサル、はい、いいですね、はい、ということで、じゃあ次回はついにカエサルの幼少期から人物像を掘り下げていきたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。Hi, Suzuku.